はい。どうも、皆さん、こんにちは。新たです。新田のダンススクールやってまいりました。新たなダンススクールやってまいりました。今回ですね、SnowMan からオレンジキスのダンスプラクティスビデオ出てまいりましたので、こちら見ていきたいと思います。収録ボタンよろしくお願いします。結構、ダンス、すごいなぁと思って見てたところがあるので、ちょっとかなり期待しておりますというところでは、ね。行ってみたいと思います。おやつな。ガウチャッツス。おー。おー。 いいですねおおおおカノンも美しい。あら、かわいい。いいですね。タンクトップが似合いますね。岩本くんに袖は必要ないですから。うん。上にでっかいみかんが、あ、オレンジがね、ございまして。 そして、ラウルくん。思い出しちゃうですね。お構成が割と魅力だと思ってます、今回の。おお、お笑顔が好き。おー宮のバネを感じることができて。おーだ様の濃厚なオレンジを。はい。うん、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 おおー たらたらたぬくもりいい振り付けたかたかたらおお守るからおおこれだ寄り添えば乗り越えてゆこう真っ白なあん オレンジキース、ー目黒ー。メグロキン。おーし、足長い <laughs> 塩オコジ君。うん。胸は張れる。うん。ステップバイステップ。深沢君はい あ、うん。あ、佐久間君。ュン。タララ、タララ、タララ。すごいな、ここ。<coughs> おおライトが綺麗。い。はん。あー、あああ,あすごい振りなんだな、結構。 あららら、目隠しをね。はいはい。支えさせて、たかたかたたたラウルくんの靴下のオレンジも素晴らしいですし。う、え、ん、ー。なってきたね。おー。塩越くん。 道ができてオレンジロードですね足が長い渡辺君。んおおおファンファンファンタタタタタタタいやーそういうことか うんよりそういえば「タタタラタタタ」えー、こう乗りながらっていうところがまたかわいいですよねおお深い <laughs> えー、すご振り付けはどなたがされてるんですかめちゃくちゃいい振り付け誰がとは書かれてはないのかな書かれてないっぽいですねどなたが公開はされてないやつですかスノキュンキスポーズはだからこれですかね はあ、メンパフォーマンス中にこぼれるメンバーの笑顔も注目です。びっくり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 。メンバー同士の触れ合いダンスが多いのが特徴の、えー、ダンスプラクティス。の支え合うとか結構多分歌詞の内容がとてもこう寄り添ってるじゃないですか。まあそういうちょっとこうなんですかねハートフルな映画にもなってらっしゃると思いますしそこのコンセプトがしっかりとこうダンスの中にも その、ぬくもりとか、その、肌と肌が触れ合うことによって生まれるその、あれ、みたいな、その、温度感がちょっと高いんですよね、平熱が。平熱は普通か、平熱なんですけど、まあ、36度5分ぐらいのダンスかなっていうふうには思います。うん。だからなんかその、朝のね、あの、低血圧の時に測る体温とはちょっと違うかなっていうか、 夕方ぐらいのちょっと一番こう体温が高いところみたいなところから。ああ振り付けのっぽさんなのどーんそうなのすげーあ、そうなんだ通りで通りでな振り付けですわほんとそういうことなのねあのー、そうか男性が、その、踊った時に、これ、 かわいいよねとか、こういうのいいよね。スノーマンのこういうの見たいよね。っていうところまでなんか突き詰められてるような振り付けだと思っちゃったんですよ。あの、構成がめちゃくちゃまず素晴らしいっていうところもそうですし、で、ちゃんとそのダンス、サビの中にも、えっと、タラタタタラタ、ちょっと待ってくださいね。ここら辺かな。タタタ、タタタタタタラタ、タタタタ、 タラタタタラタで、ちょっと腰入れながら、タタタタっていう風にこう踊っていくところとか、そのノッポさんってやっぱちょっと、ちょっとやっぱ腰をですね、クッとこう、あの、瞬間に入れたりとかする振り付けが多いと思うんですけども、そういうなんでしょうね、ちょっとこう、セクシーだったりとか、うんと、その、僕たちの肌の、 温度みたいなのをめちゃくちゃやっぱりこうお上手に表現されるというかもうその道に関してはもうプロフェッショナルじゃないかなっていう風に思うぐらいあのまあ女性も男性もだとは思うんですけどもうんとすごく何でしょうね品のある えっと、肌を見せてくれるっていうイメージなんですよね。なんかその、むわーみたいな、汗むしゃーっていうのも、まあ、もちろんそうなんですけども、ただなんかこの、清潔感あって、見ていて、全くこう、嫌な気にならないというか、誰もが見てて、あ、いいなっていうふうに思う、その、セクシーなライン、ギリギリを、こう、うまく、センスよく、 表現できる方が多分のっぽさんだと思うんですよ。個人的なもう意見になってしまうのであれなんです。感想なんですけど。ただそことやっぱスノーマンのこのキャラクターっていうんですかあの、ちゃんと、ぬくもり伝わってくるじゃないですか。で、メンバーの方たち、お一人お一人のその包容力みたいなものもちゃんと伝わってきますし。タタラタタタ、タタラタタタ、全部その、 音ば、音の、歌のその歌詞の部分をしっかりとこう、歌詞の跳ね方とかを、あの、音楽を表現している、<laughs> ダンスで表現しているので、またこう見やすいというか、歌が。抱きしめて歩いてこうの部分の、ちょっとこのステップ入りながらクックっていう風になるところとか、少し早めに動くところと、ゆっくりこう見せて、落ち着いて見せていくところと、 耳のこの先をでちょっとこう相手を目隠しするところとかメンズ同士のコンタクトプレーではあるんですけどもそこにやっぱりこう「オレンジキス」っていうのをなんかこう。 一個アイコニックなポイントはやっぱり儲けるっていうところもですよね分かりやすいというか印象づきやすいうんストーリーに沿ったスノーマンに合ったワーミングな振り付けですよねとってもね「寄り添えー,ーでこう寄り添っていくと相手の肩にこう指が到達するとか。 乗り越えて行こう塗り替えて行こうとかここ塗り替えてるところですもんね。「オレンジキース」って言いながらやっぱこうみんながニコニコしながら腰で乗ってくところにやっぱりオレンジキスのこの醍醐味この一列になっているところに醍醐味があるんじゃないかなっていうふうにちょっと見ていて思うところですねこれは。 これを見たいわけですよね。ダンスも見たいし、こういうところも見たいしっていう。 やっぱり皆さんがそういう自然な表情ができるだけのそのゆとりを振り付けの中に持たせていく。で、そのゆとりは歌のパートにおけるどこで持たせるのが一番ふさわしいのかっていうところもやっぱ考えなきゃいけないのがダンスのその振り付けっていうところになると思うんですけども、その、だからどこを見せるかっていうところの、うーん、バランス感覚みたいなところがやっぱりもうすごい機械値ですよね。 いやーみんなのキッスよ。いや、キッスし終わった後の顔ですよね、皆さんのね。目黒くんのキッス見ました <laughs> <laughs> 見ました いやだ、ちょっとーということはい、<laughs> <laughs> という感じでございますね。ダンスカイ数もまたしていきますのでお楽しみにしていただければなというふうに思っているところです。<laughs> まずはね、ひとまずリアクションでございました。ありがとうございました。よいしょ。つい。